トム・クルーズ出演、1980年代異色の青春映画、卒業白書を紹介。ということで、今回取り上げるのは、卒業白書です。映画、卒業白書といえば、トム・クルーズがアイドル的な人気を得た作品で、彼の出世作となりましたが、この映画が公開された1980年代は、たくさんの青春映画が作られた時代でもありました。ただ、この卒業白書は他の学園ものとは違う1980年代を象徴する風刺的な作品になっています。なので、今回は他の青春映画と比べながら映画卒業白書の特徴を見ていきたいと思います。映画卒業白書は1983年、日本では1984年に公開された作品で、冒頭でも触れたようにトム・クルーズの出世作でもあります。この作品でトム・クルーズは若い女の子をはじめとする若者たちの間で大人気となり、アイドルスターとして一躍有名になりました。で、この映画が公開された1980年代にはたくさんの青春映画が作られていて、卒業白書のように学園を舞台にした作品も多く、1980年代の初めはそんな学校を舞台にした青春映画が作られ始めた時期でした。その中で純粋な青春物語だけではなく、1982年公開の初体験リッチモントハイやポーキーズのように性に目覚めた若者を描いた作品もたくさんあったので、高校3年生の男子生徒と売春婦が主人公の物語というこの卒業白書の内容だけを聞くと、同じようなお色気コメディ青春映画だと思って見始めた人もいたと思いますし、まだこの作品を見ていない人の中には同じジャンルだと思っている人もいると思います。ただその内容は学園、青春、性を描いている点は同じですが、この作品には他の青春映画にはないお金儲け、資本主義というのが描かれていて、それがテーマになっています。このジャンルの勘違いに関しては、日本だけに限って言えば日本語タイトルも関係していて、卒業白書と聞くといかにも青春映画っぽいですが、現代はリスキービジネスなので、この現代を聞くと普通の青春映画とは違うというのが伝わると思います。で、その内容は、一見すると普通の学園青春映画と同じように子供から大人への成長が描かれているんですが、その成長過程で描かれているのは利益の追求や競争という当時の経済を表す政治的なもので、1980年代にレーガン大統領の下で行われた自由競争に対して、こんな社会でいいのかと問いかけている作品でした。卒業白書で監督を務めたポール・ブリックマンは、この作品は1970年公開のベルナルド・ベルトルッチ監督の暗殺の森の影響を受けたと、卒業白書からは想像しにくい作品の名前を挙げていて、暗殺の森で描かれているような少年が変わっていく姿を暗い感じで表現したスタイルにユーモアを足した作品を作りたいと思っていたそうです。なのでこの卒業白書は冒頭からアート映画のような感じで始まり、さらに音楽も画面に映っている映像とは反対で暗めの音楽が使われ、それが物語のギャップにつながり、おバカで明るい青春映画とは一味違う作品になっていました。また影響を受けているといえば、1967年の映画卒業の影響も受けていて、劇中で卒業と同じようなシーンやカメラワークをいくつか見ることができます。ただストーリー自体は卒業とは反対ともいえるお金が全てという世界が描かれていました。で、このお金が全てというのはこの時代は当たり前のことで、大学の授業にも資本主義というのが入り込んできていて、学生は MBA 経営学の修士号を取ることに必死になっていました。それは大学受験も同じで、卒業白書の中でも主人公のジョエルたちが未来の起業家という授業を受けていましたが、この時代は若者も含めアメリカ全体がお金を中心に回っていました。そんな社会に対しての風刺映画となっていたのがこの卒業白書で、経済に対する社会問題を描いていた青春映画は当時この作品だけでした。
で、青春映画といえばこの卒業白書の翌年1984年にはジョン・ヒューズ監督が素敵な片思いで監督デビューを果たしていて、ジョン・ヒューズ監督はその後もリアルな学生の現状を描いた青春映画をいくつも作り有名になっていきます。その中の一つに1986年公開のフェリスはある朝突然にという作品がありますが、この作品は舞台はシカゴ、主人公は高校3年生、さらに主人公ではなく友人の父親の車でしたが、車がボロボロになり、また両親が戻ってくるまでに全てを元通りに戻すという設定など、卒業白書との共通点をいくつも感じることができる作品で、ポール・ブリックマン監督も共通点を感じる作品と言っていました。また共通点といえば、卒業白書で主人公を演じたトム・クルーズは1996年にはザ・エージェントに出演していて、お金儲けという点でこの2つの作品の主人公にも共通点を感じることができますし、ザ・エージェントのキャメロン・クロー監督も映画制作時にはこの卒業白書のことが頭にあったそうです。なので卒業白書という作品は実はいろんな作品に影響を与えている映画でもあって、劇中に出てくるトム・クルーズの下着姿でのダンスシーンはたくさんパロディーにされていますが、それだけではなく映画の中で描かれていた学生のリアリティやお金儲け主義の社会など、ポール・ブリックマン監督がこの作品で描きたかったテーマそのものがその後の作品に影響を与えています。そのリアルな学校の現状や社会問題を描いているという点で、この卒業白書は1983年の学園青春映画としては異色な作品で、ハッピーエンドなのかどうかわからない終わり方というのもこの作品の特徴です。主人公は結果的に人に奉仕することよりもお金を稼ぐことを選びますが、ただ主人公はそのことに何かを感じるというよりはその時代の流れに乗っただけ、巻き込まれただけでもあって、その終わり方こそがこの作品の全てを表していて、学生生活を描きながら実は社会に対する問題提起を行っている風刺映画がこの卒業白書という作品です。ということで今回は卒業白書を取り上げました。トム・クルーズをスターにした映画が卒業白書という作品で、若い頃の彼の姿を見ることができます。今のハリウッド一のアクションスターという視点から見ると現在の姿は想像しにくいですが、トム・クルーズ自身はこの映画が僕という俳優を作り上げたと言っています。なので俳優トム・クルーズを作った作品として、また当時の社会問題を真正面から描いた1980年代の異色の青春映画として、この卒業白書を通して1983年という時代を感じてみてください。トム・クルーズについては当然時代を感じると思いますが、この作品で扱っているテーマに関しては結局今もこの時代と何も変わっていないお金に対する価値観を感じてしまうんじゃないかなと思います。ということで今回は卒業白書についてのお話でした。